では早速、心が叫びたがってるんだから来ていただいたゲストさんを紹介したいと思います。この方です。あの花ラジオをお聞きの皆さん、はじめまして、坂上匠役の内山幸喜です。いらっしゃいませ。どうも。あのかやまろって何？早い。私も聞きたいことある。髪染めた？ねえ、いいじゃないですか。染めましたけど、まあ、見えないけどね。あ、じゃあ先にかやまろについて。そう、かやまろって何？かやまろはですね、あの花ラジオほぼだけで使われているあだ名です。テレビシリーズの時に、私一人ラジオがこのあの花ラジオが初めてで、でその時にあだ名を募集したんです、ニックネーム。でその時今よく使われてるかやのんっていうのが作られて。あ、かやのん。でもその中でもかやまろっていうあだ名が私はとても気に入って。あ、そうなの。なんかかやのこうじきみまろとかでしたよね、とかいう長いあだ名だったのを短くしてかやまろっていうのが、これ結構可愛くていいんじゃないと思って。あ、なんでわざわざそれメモするの？真面目だから。すぐメモ取っちゃう。そう、かやまろっていうのが決まってっていうのがあった。なので全然もかやまろって呼んでもらって。でも実生活で呼ばれてますか、かやまろさんって？いいえ。じゃあ呼んでいこう。あと俺使っていくわ。かやまろあんま言われないんだよね。ちょっと使いづらいよね、やっぱり。かやまろでいいの？かやまろでいい。かやまろ、かやまろって、かやまろ、うん、ちょっと試してみるわ。ありがとう。今のこの時間だけ。いや、せっかくだからね、せっかく作ってもらったから、うん、なんか使いたいなと思って。じゃあ俺使います。お、ありがとうございます。ちょっとね、しばらくね。しばらくね、期間限定で。かやまろ。おー、ありがとうございます。嬉しい。なんで急に私敬語になったんだろう、ちょっとよくわからない距離感。いいですよ。あ、そうそう、なんで髪染めたの？はい、いや別に理由ないっすね。え？気分転換とかじゃなくて？まあいろいろあるんですけど、僕髪、すいませんね、内山の話こんなあれですけど。いやいや全然。髪質がすごい強くて、うん、だからたまにこうダメージを与えるっていうか。うん、なるほどね。与えることによってちょうど良くするみたいなところがあって、ちょっとふにゃっとするかなみたいな。そう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 、確かに髪強そうだもんね。強いの。なんかちょっとのことじゃ風に吹かれてもどうにもならなそうだよね。ならないので、たまに。そう、なんか最初の私が初めて会った頃は、はい、もっと明るい髪色だった気がするんだよね。そう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 、数年前、ね、だからぎっくり腰とかになる。そうそう、ならないぐらい。そう、あれぐらい、ね、あ、な、もう治、もう今は。最近はもうないです。癖は。もう、もう数年前のことです。はい、よかったね、おじいちゃん。はい。あのおじいちゃんってかやまろもそうだけど説明が必要じゃないか。そっかな。でもノイタミナラジオを聞いてくれてた方は分かってる。あ、そうですね。あ、私とおじいちゃんの出会いはですね、はい、あの最初のノイタミナラジオの、 あの特別版みたいなので。そうだね、特番みたいな感じで、ちょうどあの花がやってた時に C っていう作品で主人公をやっていて、はい、で私たちでチームを組んで、はい、なんか戦うみたいな。そうそうそう、対抗戦みたいのがあって、ノイタミナ運動会みたいなのをラジオ内でやったんですよ。そうそうそう、うん、でそこが初めまして、はいはい、で初めましてなのに、うん、すごいなんかね、大変なこといっぱいさせられ。体を張りましたよね。ね、ある方の口の中に飴玉を一生懸命入れたりとか。西部さんね、はいはい、そう、あと飲むチーズケーキを頑張って2人で飲んで。そうそうそう、でその時に、いや、なんか男性だから、うん、いっぱいこう私の代わりに飲んでくれるのかなみたいに思ったら、うん、僕ちょっと胃があんまり強くないんでって言われて私にも同じ量を渡されて、この人やっぱり声優界のおじいちゃんなんだってその時思った。そこからね、うん、まあ、はい、あとはお蕎麦が好きとこもね。お蕎麦好きですよ、うん、最近でも昨日おととい蕎麦ですね、昼ご飯。ちゃんと食べてる？天ぷらとかもつけました。お、はい、野菜も取りつつ。野菜も取りつつ、うん、しっかりね、はい、頑張って生きています。まあそんなおじいちゃんとの、はい、まあのんびりしたね時間を今日は過ごせたらなと思うのですが、はいはい、ちょっとせっかく初めてね、うん、このあの花ラジオに来てくれたので、うん、おもてなしをしたいと思って。え、なになになに、怖い怖い怖い。怖くない。かやまろさん怖いよ。怖くないよ、おじいちゃん。でも嬉しいことだから大丈夫。僕でも嬉しい。うん、あ、じゃあちょっと待ってて。え、どこ行くの？喋ってていいから。えー、あ、本当に喋っててね、このまま回るから。マジですか？このまま、あの
のラジオ、このラジオちなみにそんなにがっつりあのこう切られることとか、そうなんだ、そのままゲストに来ていきなり一人で喋ってくださいってあるの？大丈夫、あるあるある。あー行っちゃった。茅野さんが今スタジオから出てなんかスタッフの人と喋っていらっしゃいます。茅丸さんはね、なんて言うんですかね、なんとも言えないバイブスの人でね、まあでもね、ここ先でいろいろ私も舞台挨拶とか行かせていただきましたけども、各地ね、岡山とか広島とかにも行かせてもらったりしてね、関西も行きましたけどもね、なんか聞くところによるとこの番組でもあのアニプレックスの相川氏の話とか結構出てくるらしくて、相川さんのね面白さを、味わう旅でもあったわけですが、カエルさん戻ってこないな。どこ行ったんだあの人。はあ、あ帰ってきた、なんか持ってきた。早く早く、いやいや、そこで立ち、ド S だなこの人。あの人本当にね心の闇を感じるよね、茅野さんは。さあやっと扉が開きましたと。はあ戻ってきた、ね、心の闇とか言ったでしょ。言った言った。あそこで一旦立ち止まるあたりがやっぱり茅野さんすごいよね。いやー何ですか、いいでしょ、 いいでしょ。あなんだっけ、なんて名前のハーブティーだっけ。ハーブティー。後ろにあの、ね、ハーブティーにしたの今日。今日毎回あるんですか。弱いおじいちゃんありがとうございます。聞きそうかなと思って、あ見せてもらっていいですか。あアップル&ラベンダー。アップルランドラベンダー、うん、アップル&アップル&ラベンダー。アップルランドって何よ。ダメだダメだ、こんな緩いことで笑ってちゃダメだ。顔真っ赤なんだけど。いやいや恥ずかしくなっちゃって顔真っ赤だよ。とあとね、アニプレさんがね買ってきてくれたプリンが、プリンだ、はい、ありますので、ありがとうございます。お茶でもしましょう。すごいね、いつもあの毎回ゲストさんがいらっしゃった時には、うん、あのお茶を出すっていうのが、ね、もてなすと、本当に文字通りね、確かに番組に呼んでゲストとはいえどもそんなことはなかなかないものね。なかなかお茶出されるラジオない、なかなかないね。ちゃんともてなすすごいね。毎回なのでお茶をね用意したりしてやってました。ちなみに多分劇場版の時には結構お酒飲んでましたよね。マジで、むつみちゃんとか来てくれた時。あ田村さん、そうです、ガンガン日本酒飲みました。あ本当。じゃあハブティーいただきますね。そう、うん、ハブティーだね。ハーブティーって普段飲む？飲む飲む。マジで？アップル&ラベンダー？アップルランド？あ違う違う違う、アップル&飲むよ。マジっすか？なんか独特？いや美味しい美味しい。喉に効きそうでしょ？結構。本当？そんなことない？私はね結構ね、なんかリラックスするっていうのもあるし、うん、なんかこう芯から温まる感じがするから好きなんだけどな。へー、だってさこんなしっかり茶葉入ってんだよ、すごいよね。 そうね、それ入ってるんじゃないの。見て見て、いや見たよ。入ってるね、しっかり入ってる。これラベンダーだね、この紫の。そうそうそうっていうね、こういうお茶を普段飲んだりするけど、 おじいちゃん家では何飲むの。水だね。お茶とか入れないの。お茶あんまり入れないね。まあでもなんか喉にいいっていうようなハーブティーは持ってるけどね。うん、やっぱり喉のケアとか結構しっかりする。蜂蜜とかね。うん、あるよ。なるほどね、でも基本水分水なんだ。あとポカリとか半身浴とか、半身浴ってお風呂長いって結構。なんか風邪ひいた時の対処法みたいな。いや話みたいな。元気な時も気がするけど、でも元気そうで何より。なんとか生きています。うん、結構久しぶりだもんね。あんま会わないですね。アニプレ作品だと今までだと共演って何があったっけ。ギルティークラウン。あ懐かしい。あとねあれ君と僕も。あ出たね出たね、だったかな。そう君と僕でゲストに行った時に、ね、おじいちゃんに振られた。俺が振られたんだよ結局。そうだ、かやのさんのキャラクターが
告白してきて、ちょっと試しに付き合ってみるんだけど、やっぱダメ、なんか友達の勢いで行っちゃいましたみたいなこと言われて、釣れないキャラクターでね。いや、そんなことない。あれ結構甘酸っぱい話だった。いや、甘酸っぱい話だったけど、なんかちょっと思わせぶりだったよね。いやいや、あれはね、あれはあれはね、結果的にはうまくいってるんだよ。結果的にうまくいってんの、うん、と思うよ、私はね。あなたまだ付き合うの？うん、何年後かにね。ああ、それもいいね。わかんない。どうしよう、原作全然違うことだった。いや、そうだそうだ。適当なこと言っちゃいけないね。そうそう。でもあれもすごくいい話だったな。そうそう、懐かしいね。ねえ、なんかそんな、でもあんまり確かに共演はすごく多い方ではないかもね。ね。まあでもいくつかそうやって一緒にやってたものもあるけれど、うん、アクエリオンとかあったね。なんだ、アクエリオンはあのアニプレさんじゃないから。もう何もないけど。まあ一応だから出さなかった。まあいいやいいや、あったあった。あったあった。そう、でも坂上くんかっこよかったよ。ありがとうございます。見たの、あのね、さっきちょっとオープニングでも話したけどね、うん、母と見に行って。あ、劇場で。うん。お母さんと映画行くって恥ずくない？え？なんで？いや、なんか俺絶対無理。それはおじいちゃんだからだよ。お母さんと仲いいよね。仲いい、一緒によく飲みに行くもんね、うん、それがすごいなと思って。飲みに行かない？行かない。家族ってそういうのないの？だから俺、まあ一人暮らしでたまに実家に帰るんだけど、うん、もう何年も泊まるってことはないね。そっか。お正月とかも帰ってみるんだけど、うん、半日でもう無理ってなって戻ってきちゃう、うん、東京に。え、何がもう無理なの？いや、なんか話すと喧嘩になっちゃうんだよね。へー、まだ俺が大人になりきれてないのかもしれない。感じだけど。まあでも今後はね、わかんないからね。わかんないけどね。まあなんかちょっとほら、あ、でもあのね、うん、メールが来て、うん、母親から、うん、私の弟が見に行ったみたいなこと伝えてくれたけどね。ほんと、結構周り、弟とかももう喋ってないし。弟いるの？いるいるいる。何歳？3つ下かな。へえ、そうなんだ、うん、もう何も連絡取らないし、どういう人かあんまり知らないんだけれども。家族でしょ、家族。なんか見に行ってくれたっていうことでね。ちょっと待ってよ、ここ先は結構家族の話多いんだから。まあまあね、頼むよ、ほんと。そんな疎遠な弟も見に行ってくれたっていうね。え、見に行ってどうだったって？なんか良かったって言ってたらしいよ。うん、じゃあそれわざわざお母さんから連絡来たんだ。まあだって弟は僕のアドレス知ってるからちょっとあやふやだしね。本当に、じゃあ全然接点ないんだね。俺 LINE とか今もやってないんだけど、うんうん、多分家族ではやってるみたいな話聞いたことあんのよ。じゃあ家族 LINE に入ってないんだ、グループに。そう多分ね。悲しい。いや、悲しくないけどしょうがないじゃん。悲しい。でもさ、せめて月に1回ぐらいさ、うん、電話してあげなよ。電話、うんうん、電話ってする？まあ私はほら実家だからあれだけど、なんかやっぱりした方がいいよ。まだなんか反抗期みたいなのやめなよ。反抗期ではないよ。反抗期ではないよ。でもせめてその言葉にするのがうまくいかないなら、母の日とか送ってる？何もしてない。ダメだよ。誕生日とかもスルーだね。せめて父の日と母の日ぐらいやった方がいいよ。やってる？やってるよ。やってるやってる。 何やってんの？なんか買い物する、一緒に欲しいもの聞いて。素敵な家族ですね。ちょっと綺麗にまとめようとしたりさ。本当に素敵だよね。いやもうなんかね、そんな褒められてもね、ハーブティーぐらいしか出せませんけど。ハーブティーで十分ですよ、かやまろさん。難しいな、おじいちゃんのキャラ。もう